星のドラゴンクエスト、実況者のエテポンゲーです。2枠確定ルビス装備と黄金竜装備が来ました。お知らせ、これね、詳しく KWSK 詳しく、ドラクエの日の感謝、ギガ感謝のやつ、もうこのね、これのためにね、ジェムを貯めていたと言っても過言ではありません。はい、過言です。今4万9000ジェムあるから、まあ10連ね、10連が引ける分全部回そうと思うわけでございます。でどっち引くかなんだよね、正直。どっちかに絞ってやった方が、まあそれこそ貫突とか目指すのにもいいしって思うんだけど、まあルビスのコンって今回が初登場かな、これ。ルビスの極根、極根じゃないわ極玉、イオの 540% の敵一体で 100% で素早さが 30% 上がる。まあいいよね、普通にいいよね、これは。でまあいつも通りルビスの装備と奥義もね、小玉する攻撃2回、放てる、次の攻撃か呪文スキルが2回放てるやつね。まあこのルビスシリーズももちろん欲しいんだけど、剣とかね、ルビスの剣いまだに出てないから、ルビスも欲しいけど、黄金竜ももちろん欲しいんだよね。まあ斧はあと1回で貫突するし、大盾はまだ全然突できてないし、で黄金竜装備めっちゃ優秀やしな、これ。特に上、これはぜひとも貫突させたい。で黄金竜の使いとかは持ってる、で冠とかこっちシリーズもまあ大体持ってる、何回か突してるしってな感じなんで、どっちがいいかな、装備どっち半分ずつちょ、決めてから録画開始すればよかった、決めてから録画開始すればよかった、ガチで悩む。いやルビス正直次錬金来そうだよねってのはあるよね。ルビス錬金来そうよな、ルビス鎧の方ね。いやけど黄金竜かな、黄金竜でか。そうだよね、凸全然できてないもん、下なんか持ってないしな、下持ってねえんだよな、大盾もゼロ凸なんで、無凸なんで、で斧も1本出れば嬉しいなと。黄金竜にするか、ちょっと様子見ながらちょ回していくか。うん、ルビスの剣も欲しいんで黄金竜装備から開始していきます。まあこのまま全部こっちのガチャで終わるかもしれませんが、ではもうどんどん回していこうね。4万9000ジェムあるんで2枠確定、マジでこれ激アツよな。どんどん回していきます。スキップスキップスキップする、あのスケープ、はい3個。あーまあ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 、けど当たりだよね。うん、当たりだよ、これ1突できます。このハンマーめっちゃ強いんでね、この辺ハンマーめっちゃ強いんで、でオチャーヌの剣もアルテマソードめっちゃ万能だし、抜き出し考えてもいいね、これ2本目だから。はい、
行こう、どんどん行こう。あ、倉庫いっぱいになるかも。頼むぜ。はい、3つ。まあ、2個確定は安心できるわ。ああ、まああるよね、うん、2個角で、2個角で、まあまあまああるある。うん、まあここ出ただけまだマシ。光のドレス錬金来てたっけ、来てるよね、光のドレスは錬金来てるんで、ポジティブに行こう、ポジティブに。もうプラチナ、もうプラチナ並ぶなや、そこ上3つ。一式揃えようと。頼むぜ。あの斧出てくれたら嬉しい。斧ワンチャン抜き出しもしたいしね、スキル。ドラゴンキラー、いやー、これきつい、これきちい、きちい。まあまあ、刀身盾、まあ、いつか何かしら使えるでしょう、何かしらで使えるでしょう。ドラゴンキラーはもういらん、さすがに、さすがにもういらん、いっぱいある。君は貫突させるか、ドラゴンキラー。錬金きたし、はい、お、8つ。あー、冠、闇の鉢巻き持ってないってことは下かな、下半身。何これ、何これ、初見です、初見。あー、ターバン、ターバンね。なんうん、眠り最強、うん、眠り最強で、闇の鉢巻きはもう貫突させたやつがあるんでいらない。冠は貫突してたっけな。まあけどね、この天撃いいからね、マックス 7% か、 7% で連続発動するんで、これめっちゃ使い勝手よし。当たりです、当たりかな。いや、まだまだいける。ちょっと動画時間長くなっちゃうかも。マウスポインターが邪魔してた、ずっと、ごめんね。マウポイが邪魔してたわ。あ、そのせいでちょっとあんまりお当たり出さなかったドラクエ側の配慮、ありがとうございます、ありがとうございます。完全にリムった、完全にリムったね、これ。ピオリム、うわー、もう一本欲しい。これピオリム抜き出ししたい。まあ、エテの特性上ね、2個以上被らないと武器を壊せないといった謎特性がエテポンゲにはあるので、ちょっとこれは保留。ただ兜と大盾で、さらに爪、これは抜き出してもいいな。賞味抜き出し考えます。いいね、いいね。まだ黄金竜いくよ、まだまだ。ルビス剣欲しいけどな。いや、ブレるな、ブレるな、俺はブレない、ブレない。あー、からの下、黄金竜の下持ってないから、持ってなかった。エンデの兜持ってなかった。
意外とある、持ってなかったやつ意外とある。およく合うね、よく合うね、英雄の槍さん今日よくなんか出しゃばるね。なかなか星5の武器でメインスキルミラクルスピアの B はやばいっしょ。まあ錬金があるからね、これは。なんていうゴミ兜、なんていう、絶対にかぶんないだろこれ。これメインでかぶってるやつまあまあいるか、初心者の始めたての人とかは嬉しいわな。ただもう得て始めたての初心者じゃないのでいりません。ここはきっぱりね、きっぱり言っとかないと、エンデさん側にもそういうのはちゃんと意思表示、意思表示していこう。ちょっと今の引き弱かったな。来い、はい爪、はい冠、偏ってんなーけど、なんかなんか中身偏ってんじゃない、ちょっとちょっと偏りが。まあ刃の鎧はまあまあまあまだ貫突できてないんで、あこれもまあ、アークシリーズって錬金来ないのかな、ずっと期待して待ってるんだけど。アークシリーズこの天使の息吹がどんどん溜まっていく。2万8000まだいける、2万8000結局4万9000って何十連だ、3000円10回で3万、10回、11回でえちょっと待って、3、10連、あ10回100連で3万ジェム、1万ジェムは30連、130連、4万ジェム、100、スキップ、不意打ちのスキップな今の。さあきちー、マジでゾンビキラーだけはね本当にいらない。これこれもう星4だから、これこれは星4な。で日輪のコーンは最近ねちょっとそのほらなんだっけ、竜神王、竜神王イベントあってコーンが特攻の竜がいたじゃない、その時にね貫突させてねちょっと使ってましたね。なんで貫突してる日輪の錬金した方のパラディンの方のやつを、あもういいか、いいやな、誰も興味ない日輪のコーンに関しては誰も興味ねえよ。黄金竜の鎧の下が出ないのだが、出してくれ。うわー熱い、ね、当たり当たり、全然大当たり、これ全然大当たり。ちょっと待って、今日一の当たりはちょっと一応スクショ取っとく。今日一の1、2、3、4、5、6個はスクショ取っとく。これとりあえず突できる。ドラゴンシールドで、この金色の閃光、これも抜き出し考えるな。でこれ3本目ね、ワンチャン貫突。はい、冠めっちゃ出るな。ええな、ええな、ちょ本気出すわ、ちょっとこの1回ちょっと本気出すわ。福引きの本気って何、うわ出しちゃった、完全に本気出しちゃった、出しちゃったわ。いっちゃん欲しかった部分ここ、なぜなら
その統一感がなかったから、一箇所だけ、一箇所だけはぐれメタルの鎧下履いてたから、絶対に欲しかった。これ呪文軽減強に光ブレース軽減中に点灯中、もうスキルなんてね二の次、あの見た目の問題揃えたかったわけで、フエゴの兜はねメラ属性系炎もあれだから、それ系の魔王級なりあのボスにはめっちゃいいで、恵みな、うん、恵みこれはしたわけど貫突してるからな、二つ目の貫突を目指すか否か、ちょっと待て、ルビス行く？さすがにちょうど2万ジェムぐらい使った？2万ジェムぐらい使ったね。ルビス行くか。いや斧出てないぞ、けどまだ斧出てないぞ、次斧出るんじゃない？斧出る？出る？出る？出る。斧出たらやめます。ここ、おー出た、おグラディエイターの下、興味ない、斧出た、え？え？気持ち悪い、女の子じゃないからメインが、メイン入れて男でやってるからグラフィックが気持ち悪い。斧出たね、やめよう、ルビス行こう、ルビ剣狙っていこう次。もう十分でしょ。天使のレオタード、これちょっと得手のね、あの女の子キャラの方に着せちゃおう、着せちゃおう、こっそりみんなに隠れて着せちゃおう。けどちょっと待って、これ惑星割りさ抜き出して2個積みにしてさっていうのもさ理想なんだよね。まあ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 、けど終わる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 、あのルビス、ルビス、だって斧出た、盾出た、兜鎧下も出て、使い出て、まあ盾、この盾は出てなくて、冠下爪で鞭ハンマー、ほぼ出たね、うん、ほぼ出た、一通り出たわ、オッケー。次、まあ、残り1万6000ジェム、ルビス装備、正直コン欲しい、コン、コン、冠、奥義、まあルビツエギガデイン、もちろんで一番狙ってんのが剣、一番の狙いは剣な、頼んます、お願いします。あっち、もう止まったらもうルビ剣確定みたいなとこあるよ正直。弓、ルビ弓ってどうなの？嘘でしょ、光のサークレット持ってなかった。そうか、そうか、ルビ弓、ルビスのイカズチ、あーまあ誰かフレンド使ってるよな、絶対使ったことあるはず。敵一体で素早さが 60%30% で素早さ 60%2 段階ね。うんー、けどさ弓って基本サポート、まあまあサポート系だよな、補助 AB で、で
あれだもんな。でこれ、これは凸だな。凸、うんうんって感じ。うん、まあけど幸先ルビ弓はね多分優秀だと思う。あの結構いろんな場面で使えそう。まだこいつの凄さ相手分かってないけど、ゆきます。もう全部ね、あとはルビスでいいかもしれん。賞味ちょ6個以上出んかな。めちゃくちゃ一番出たやつをツイッターにアップする。一番出た宝箱が一番出たやつ、今のところ6が一番多いね。はい、5。鎧が2。奥義。奥義。そして光のドレスと。で鎧が2つ。鎧は確かあの休み状態回復とかだよね。休み、麻痺、眠り、呪い、混乱。これ結構いいよね正直。ただあの防具強化玉で進化させるか否かでずっと悩んでしてないっていうだけであって、これはシンプルに凸します。シンプルに凸いきます。これ今回また剣出なかったらさ、もうエテは二度とルビスの剣と、ルビスの剣とロトの剣と天空の剣はエテの倉庫とかにさ入ることはないんだろうね。握らしてもらえないんだろうね二度と。頼む。コン。応する魂。ああ防御、防御維持な。まあ小回復ってのかな、いかがなものでしょうか。てかさ、ロトとか天空の2枠確定は来ないのかな、今ふと思ったんだけど。考えるのはやめよう。ロトの剣が欲しいなんて考えるのはやめよう。今来てる2枠確定、それが大事。ジェムはまた貯まる、そのうち。課金はしないが、けどアザヤロウすぐ課金すんねん。この前もモンストに1万5000円課金してました。言っちゃった。ニコ弱い、弱い。確定分でこの盾の多さ、刀陣の、刀陣盾の多さ、確定分の。もう見る価値もない。ラストか、ラストですわ。実況者としてね、最後に一番欲しかったルビ剣もしくは冠を持ってくる。そして6個以上の、確定宝箱が出現し、確定演出がスライムの魚群が通り、確定演出が流れるでしょうね。もし魚群が流れたらね、通報してください。それはチートですね、完全に。ごとですね、ごとお願いします。お願いします。弱い、よー、トン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 。はあ、地力の兜、
死力の兜ですわ。終わりました、終わりました。まあけど言うて引きは悪くない。コンに鎧もで、あ、だだだだだだ、コン鎧上で扇出て、ルビ下のローブ、ルビ弓、悪くねえ。見るか倉庫、ちょっとね、あの倉庫ぐちゃぐちゃになってるんだけど、武器に関し、ちょっと武器以外はとりあえず出しといた。今回当たったのこれね、防具は、冠めっちゃ出たな。で鎧上めっちゃ嬉しい、黄金竜。下ももちろんね、大盾ね。でちょっと武器はね、あのいろいろとぐちゃぐちゃになってるんだけど、とりあえずハンマーがいっぱい手に入って、爪もコンモで、斧、ルビ弓、オチェアーノ、刀身弓。だからメタスラコンをさ錬金してここに積んだら強いよね。あ、ちょっと待って、メタスラコンって、あ、ごめん間違えた。水星砕きは積めないわ、攻撃じゃないわ。でピオリムに、ピオリムムチに、ルビス奥義で、使いとドラキと、ドラキとかどうでもいい、ニチコンゾンビキラー。うわー、もうこのね、まあまあこれ、まあ録画終わった後にもうあの引き終わったんで終わるんだけど、引き終わった後のその装備の進化するね、裏で裏でこうこそこそとこの装備を進化させるところ、その整理整頓を行うところめっちゃ好き。これ、あ、これも引いたから進化させている。一番幸せな時間ね、それが。大盾進化できるし、でローブ下も進化できるし、もちろん黄金竜鎧上進化、羽衣上は出てない、冠貫突、完成、兜は三突。はあああああああ、うわ、爪も貫突できるわ。貫突して余るか、いや余らんか、貫突できる。とりあえずで判明も、判明もね。うわー悩むなー、これ武器どうしようが、どれ壊してどれを進化させてっていうの、めっちゃ楽しい時間が、このあとまあ1時間以上かかるかな、1時間以上かけてね、あのじっくりやっていこう。はい、まあこんな感じで、まあエテポンゲの福引きは、こんな結果に終わりました。はい、もう今回ね、だからもう全部ね貯めてたあの無課金勢の人はね、ガンガン回しちゃっていいでしょう。このガチャ福引きはもう回すべきところだね、うん、年に何回かある回すべき福引きを回すべきところ、ここです。これ福引きなか、福引かな、これ福引かなかったらいつ福吹くのっていう話ね。はい、でね、まあとりあえずこれで福引きは終わりで、またね、まだまたあの魔王級だとかね、ちょっとまた更新が、星ドラの魔王級攻略、竜王にボコられてからね、あのしてないんでね、ぼちぼちね、一個ずつ魔王級制覇していこうと思う。こんだけ福引き引いてさ、装備揃ってさ、まあ勝てるよね。
ちょ、負けたやつとりあえずリベンジ しようか。竜王だっけ、竜王リベンジと行きましょうや。不英語の兜とかぶってな。ちょ、動画時間めっちゃ長くなったかもしれん。福引くだけなのに、福引いただけなのに30分の動画になってしまった、すまん。はい、では終わります。また魔王級攻略していこうと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。